こんにちは。カサライフのカサジマです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。これから今日の夕食を作ります。まずご飯を炊きます。浄水器がついています。このお釜で洗っていいお釜だったのでとても楽ちんです。蛇口に浄水器がついてるのは便利でいいです。はい、これで炊飯器入れておきます。予約しておきました。面白いことに圧力がかかるんだよね。今日は、鶏肉をこう渦巻き、海苔巻き、つくねみたいなそんなものを作ります。鶏肉がこれはね、267g の鶏もも肉のひき肉です。これ、包丁がちょっと切れるようになるので、シャッシャッといつも切ってます。研ぐことも研ぐんですけど。ネギ、ちょっと、そうだな、大きいネギの4分の1ぐらいですかね。小さくしますか。とにかく薄く切っていきます。ネギはお好みだけど、意外と太いネギでした、ね、太いネギでしたけど入れます。そこに卵1個入れました。そして塩はね、本当に小さじ3分の1ぐらい。お砂糖が小さじ1杯。1杯半ぐらい。悩むな。いつも適当だから。大さじか。醤油。醤油を測った方がいいね。醤油。醤油大さじ1ぐらいです。そしてここに片栗粉大さじ1ぐらい入れます。こんな感じになりました。これをちょっと揉んで、卵が入っているからよく混ぜて、まんべんなくなじむようにしてよく混ぜます。柔らかめです。ちょっとハンバーグとかよりも柔らかめだと思う。卵が1個が多いからこんな感じになりました。はい、それで
ここに海苔、海苔今日大きなやつ4枚、これを半分に切って、半分に切って8枚にします。8枚にしてバットを用意して、まな板の上で海苔にこれ薄く伸ばします。あんまりね、分厚くしない方がよくて、もう本当に本当に薄く伸ばします。なんか下の糊が見えちゃってるんじゃないかっていうぐらい薄く伸ばしますね。こんな感じで薄く伸ばして、これをくるくる巻いていきます。のり巻きみたいに、はい、次々いきますよ。このこれ結構お醤油も入ったし、お砂糖も入れたでしょ。それでその味が結構もうついてるので、焼いたらもうそのまま食べる感じで十分美味しいです。なんかつけるわけじゃなくてね。で、これでできた時に斜めに切るのね。そうすると渦巻きの、渦巻きが海苔でできてて、こんな感じ。それがまたね、いい。お弁当にも綺麗だし。2本目、これ残ってもとにかく美味しいですよ。海苔が、磯の海苔で、次の日もね、なるべくでもこれは薄く薄く広げることがとても大事で、分厚くしちゃうと負けないのね。なので本当に薄く薄く広げて、もうちょっと乗せたいなぁと思うぐらいの方がいいかもしれない。ラストです。これはみんな入れてしまいます。ちょっと最後。手で。本当にいい感じで、全体に。全部が同じぐらいの量入りましたね。目分量だったけど、これで巻いて、はい、ほうれん草を茹でるので、お水を、ほうれん草を茹でるのでね、今からこのフライパンで焼いていきます。油が全体になったら、もうちょっとこの閉じた方を下に向けて4本ずつ焼くことにしました。油で焼いています。たまに転がすといいです。まだちょっとね、何しろこういう焼くものとか炒め物と違ってちょっとあんまり触らないっていうのが大事ですね。料理人の人がね、どうせ茹でた後ほうれん草を水で洗うんだから、ほうれん草なんて茹でるとき洗わなくていいって言うんだけど、もうそうは言ってる。2羽買ってきちゃって、順番に茹でちゃおうと思う。ほうれん草
ベルで洗っときました。軽くね、後でまた水にさらすから。はい、これパチパチ言ってきたので、裏返します。ちょっと焦げ色がつきました。わかりますか、ね、少し火を弱めて、火を弱めます。ちょっと蓋をして。今日はごま和えにするので、ごまを入れて、ごまを入れてすります。ちょっとパンパンに膨らんできたら、これで出来上がりです。ちょっと出します。ごまは、切りごま。今日は黒、白いごま使ったり黒いごま使ったり、まあその日の気分で裏返し、こちらの方がお上品に焼けてます。蓋します。中火ぐらい。粒はある程度全部潰れた状態ですよね。潰れてる。ここにお砂糖小さじ3分の2、醤油、どんな感じか。大さじ1と3分の2ぐらい、そんな感じです。茎の部分から茹で出します。ほうれん草を入れて、感じにやっていきます。よく混ぜておきます。ほうれん草2羽買ってきたからね。ちょっともういいかな。はい。こっちのまだ湯がいてない方、茎から入れます。はい。しっかり入れて。これもいいね、これ。私切り取っちゃいます。こっちにしましょう。次の日も美味しいから。
まあ、ごまの量とその辺が難しいよね。ほうれん草とどうしようかな。次の日ソテーにしましょうかね、なんて思ったりもするけど、入れちゃおうかな。ちょうどいいぐらい、これ入れちゃいます。よくあえて、はい、よくあえました。大丈夫でしょう。ほら、ほうれん草のごまえできた。お肉切ってみますね。ちょっとこうくるくるっとなってるんですけど、これ意外と美味しいです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。2品作りましたけど、もうちょっとあと2品ぐらい作る予定です。ではまた。